野鍋修です。お兄ちゃん起きてる？早く起きないとまた遅刻しちゃうよ。ねえ、次何乗る？ああ、それとも何か食べる？そこのお嬢さん、私と踊っていただけませんか？渡部桃香です。デビューで踊ってたの、一昨日の夜まで。嫌よ。あなたみたいなどうしようもない男の言いなりになるなんて絶対に嫌。私アイドル続けようと思う。だからもう逃げない。月城玄也、とりあえず乾杯しようか。潮風浴びて黄昏るんだよ。ああ、どうだっていいだろ、髪色なんて。立花花です。ああ、笑顔で送り出すって決めてたのに。いいじゃん一緒なら。人間本当は自由が一番なはずでしょ。本番のステージに立たせてもらって学んだことたくさんあったよ。斉藤健です。君はたくさんの苦難を乗り越えた先に何があると思う？お前たちに会えて本当によかった。さあ僕たちの未来を掴み取りに行こう。堀内優子です。私先輩のことが好きです。金太郎なんかまさかり持ってんねんで。まさかりやで。この世は愚かじゃ。青山キララです。先輩何書いてるんですか？あんたが心の底から嫌いになんない限り続ければいいと思うけどね。好きだよ。で、告白される花のセブンティーンの夏どこにあるの？宇野昌磨です。他の人が何て言っても僕は君の作る曲が好きだよ。行くつもりなんだな。考え直せよ。まだ方法はあるってなあ。演技は僕の命だ。僕が生きる証だ。